はい、こんにちは、一郎です。今回の企画はフィット、社交調をちょっと一回変えようかな。走った後、はい、あれからね、実際ブレーキのマスターシリンダーは変える、うん、まあ、それでちょっとブレーキの効きは良くなるはず、はい、次に、うん、車高調をちょっと一回変えようかなと。サスペンション、うん、でサスペンションをこれから交換するんですけど、うん、まあ、いつもミスターダイマンさんとか、うんうん、こういろいろ出しとったよね、はい、まあ、今回はここでできる作業とかもね、うん、ちょっとやってみようかな。おお、自分で。自分で。おお、よし、やってみるぞ。はい、ということで、僕実はこのフィットに関してはサスペンションを何回も交換した経験があります。あ、自分で。自分でコツとかもあるんですよ。え、そうなの。なので、まあ、そこも紹介しながら、はい、まあ、車高調、これを見れば車高調を自分でつけれるかもかも、まあ、きっと参考になる点はたくさんあるかと思います。はい、はい、それではご紹介します、はい、まず交換するサスペンション、うん、はい、これ、うん、エナペタルのダンパー。エナペタル、うん、エナペタル、これに変えます。はい、今ついてるのエッジケース、はい、でこのエッジケースはめちゃくちゃいいんだけど、うん、ガッチガチにフレーム固めたんで、うん、固めたフレームになるとサスペンションがより動くようになる。ああ、なるほどね、うん、はい、でそうすると今までのエッジケースは純正のフレームに、まあ、一番ベストだったのかな、うんうん、だけどこれはちょっとねレーシング用のサスペンションなんで、まあこの車体にはバランスがこっちの方が合うんではないかと、はい、いうことで、はい、これをこれからつけます。はい、はい、じゃあ今からホイールを外してね、うん、車をジャッキ開けます。はい、その後ろのタイミングを、はい、いくよ、ほら、すげえ、一緒に置く、一緒に置くでしょ。この前これ、なんていうかショートストロークって言ってね、うん、ここが短いの、こんなの、ほら、うん、普通、純正だったらもうガパーって開くじゃん。ああ、そうか、下がっていくっていうか、こう、うん、そう、もうこれで伸びきっとる。え、これ以上伸びない。これで。そう、マジ。だって、こっちのタイヤもいくでしょ。下についてるみたい、地面にそう、浮いてるのにじゃん、浮きました。はい、なんかかっこいいな浮いた状態がなんかレーシングカーみたいじゃん。いや、レーシングカーなんですよね。いや、そうだけどじゃあ、こういう感じよ。はい、あ、もうこれタスクのね、山本さんに10万人チャンネル登録10万人おめでとうって記念にねもらったスナップオンです。はい、めっちゃ早いよし、でね、いつもね、はい、これどっか行かんようにね、あ、戻しておく、うん、こうやってやっとくとね、なんかそれっぽいんだ、ん、それっぽいレーシングカーっぽいよくわかんないできた。はい、でサスペンション、うん、このフロント、まあフロントからねまずやるんだけど、このフロントのサスペンションの交換方法ね、うん、これはここに2個、大きなボルトとナットが2箇所、はい、うん、でスタビライザーっていうのがあるんだけど、はい、このスタビリンクっていうのね、うん、このスタビリンクを外して、うん、であとこのこういうね、これブレーキホースとか、はい、うん、これ、まあ、ABS のセンサーの線とか、うん、こういうのを外して、はい、でこれのてっぺんにこうナットが、ナットで止まってるんで、はい、それを外すと外れます。へえ、今から一個一個やっていくよ。はい、でこの頭がね、うん、フィットの場合はね隠れて見えないんだ。今ここじゃ見えないんです。見えないの。シビックとかは見えてない。ああ、そうですね、ありましたね。そう、あったでしょ、うん、これはねここにある。おお、出てきた。これなかなか手が入りにくくて、確かにやりにくいの、ね、うん、頭六角レンチを突っ込んでクイクイ、少しずつ回すんだ。そう、これがちょっとここに出てくるやつ、
スイフトスポーツもここにある。あ、じゃあフィットが奥。奥。なんでこんなことになってるかっていうと、室内を広くするために、あ、なるべく前に持ってっているからここまで隠れちゃってる。もしこれが見えるとこまでになると、もうちょっとこう下がっちゃうでしょ、うんうん、室内狭くなる、空間がね。そう、空間広く取るため。あ、なるほど、うん、スポーツカーはもう逆にこっちの整備性を重視してこういうことはなってない、うんうん、シールとかね、うん、で、これも結構きついんだわ。きつい、きつい、硬い。あ、ガチガチに、ガチガチに。で、例えば今これ浮いてるでしょうか、うん、これを緩めていくと、うん、サスペンションもどんどん下がっていくの、うん、この頭がこれなの、うんうん、で、この状態で緩めていくと下がってくるよね、これがどんどん、うん、重いもんでテンションかかった状態だから硬いんだ、うんうん、これが上に上がっとったらこうやって簡単にいくよね、テンションかかったら、うんうんうん、だから僕の場合はこれをテンションかけてあげる。あ、わざと下から持ち上げてあげる。じゃあ先にこのブレーキのホース、これは12だね、うん、これはゴムで刺さっとるだけ。お、ほんとだ、うん、で、次にスタビ、はい、これはこれを緩めても共回りするので、うん、ここにネジロック剤みたいなね、この、まあ、樹脂の、まあ、緩み防止だね、うんうん、だからこう共回りするの、ね、で、共回りしないように奥にスパナで、うん、これ効くでしょ。取れた、取れた。で、僕の経験上、はい、これを取るときに、うん、向こうとつながっとるの、これスタビって、うん、ここのね、サビライザーってあるんだけど、はい、向こうにつながってる、うん、つまりこっち車高が変わると、うん、あっちがグーッと押さえる状態や、だから同じテンションの状態で、うん、向こうは深くかかってないから、うん、向こうも外しておく、同じ状態にしとこう。はい、これ反対側ね、はい、反対側ももうね、最初にあらかじめ取っとく。これ今深くかかってないから、うん、抜けやすいよね、うん、でこれここ下からさ、これを取るとこれを取ってほしい。これか、わかる、これ、ほら、あ、ほんとだ、これ、うん、じゃあこれ俺今運転席におるけど、うん、あいちゃん反対側の助手席側に行って、はい、これちょっと見てみて、はい、動かすよ。はい。あー、動いてる。そう、つながってるの、これ。すごい。だからこの状態でもうフリーにしてよ。おっ、こういうね、外したボルトとか、うん、なくさないように、はい、気をつけなきゃいけないよね、うん、こうやってなくさないように、わかるように、うん、並べておこう。次これだね、うん、これ19。はい、硬いな、これ。よいしょ。緩んだから、ある程度こう回すともう手で回るよね。おー、ほんとだ。で、これをね、うん、あの、外して取ると、これがスコーンと落ちる。あ、で、ドライブシャフトが抜けちゃう。おお。で、まあ、あとはこれ外しちゃうとこれ上テンションがね、うんうん、かからなくなるん でこの状態で支えを下から作ってもらう。緩めとくだけってことですか。そう、ただここまああんまり負荷をかけるといかんもんで、間にね、うん、ゴムとかね、うん、よしよし、これでね、うん、極端な話がこのままね、緩めてほら、これサスペンションが沈んでいったのに、バネが。ほんとだ。緩めるともう上がってくるでしょ。おー、ほんとだ、うん、これもテンションを、ちょっと裏技だ。はい。まあ、車がこうジャッキ下ろした状態、チジーって言うんだけど、うん、この状態にちょっとこう、わざとテンションかけとくと、うん、この真ん中の六角レンチを回さなくても、え、緩む可能性がある。ほら、出たよ。すごい。本当はもっともっと硬いんですよね。本当は硬いし、頭がくるくる一緒に回るの。うん、あ、そうなんだ。
逆にここ今テンションかかってないじゃん。かかってないですね。かかってないですね。これは回すと共回りするはず。ほら一緒回る。あ、本当だ、回ってる回ってるね。うん、だこれだと六角レンチを刺さないとダメだけど、うん、こんな狭いとこ入らんでしょ。うん、テンションかけとくと六角レンチを刺さなくても緩まる。ほんでテンションかかっとるからもう途中からほら、うん、手で取れる、手で回るの。おお、はい、取れました。おお、これがアッパーの、ちょっと洗車したから水があるけど、うん、ゴム、はい、ちょっと特殊なんだよね。へえ、そうなんだ。フィットってね、あのピロアッパーじゃないんだ。だからこのここで頭を倒してキャンバーつけることができない。あ、ああ、そういうことか。シビックと違うわ、そう確かに。はい、これで今度はこのジャッキを緩めると落ちてくるんですよ。いくよ。はい、ほら落ちてくるけど、これを落としすぎるとドライブシャフトが抜ける。でもうこの辺で外れたから、はい、それでこれもテンションがかかってないから楽に取れる。うんうん、これテンションかかっとるとハンマーで叩かない、取れない。そうなんだ。であとはこれが起きてきてもね、うん、ドライブシャフトが抜けるんだ。そうなんだ。そうだからね、これ今点だけだから、うん、こうにもこうにもこうにも動く、動いちゃう。これ動かないようにここにももう一つね、ちょっと支えを用意します。もうこれはもう軽く、うん、あんまり負荷かけん方がいい。はいはい、でこれでボルトの2本を抜くだけでサスペンションは取れますよ。へえ、そうなの。おお、でこうやれば取れる。ただこれが手前に落ちてこないように、はい、これはそう、これがカガンって倒れてくるとアウト、アウト。これもう動くでしょ。うん、怖い。これドライブシャフトね、こうやってやるだけでほら、おー、本当だ、蛇腹も動いてるでしょ。はいはい、手前にすると簡単抜ける。そうなんだ。うん、だからこれが手前に起きてこないように、うん、上げれば上げるほど抜けにくくなるから。お、なるほどね。ほら本当だ、ちょっと安定してる。ちょっと安定してる。はい、これでサスペンションが外れました。おお、すごい。はい、でこのサスペンションね、うん、右と左がある。ちゃんとあるんですね。ちゃんとあるの。で、まあ、これは今外したのがこれでしょ。はい、このサスペンションのこの向きに対して左側にスタビリンクのステーがついてる。うんうん、でこれもスタビリンクのステー、これ逆だね。そうですね、うん、これは反対運転席側で、これほらもう同じ、これで向き一緒。はい、うん、でこれに変えます。はい、じゃあ付け方は、うん、まあ、逆、外した方向と逆、うん、高い位置に折ると付けられないから、うん、下ろす。これ本当気をつける、急に不安定、うん、急に不安定。はい、じゃあ付けます。はい、これね、これを付けます。はい、これはもう純正パーツで、うん、でまずここを揃える。でこれの時も気をつけなきゃいけないのが、うん、引いちゃう方向に行かないよ。これサクッと入るんだけど、実はねこれ改造してあるからさ。あ、そうなんですか。そう、反対から見て、ワッシャー用措置でしょ。本当だ、本当だ。なんでこれね、うん、うん、これキャンバー、うん、キャンバーかけるためにわざと倒せるようにして、うん、楕円に穴開けた。楕円に穴開けただけだと、うん、戻ってきちゃう、うんうん、だから戻らんようにワッシャーで溶接して場所決めてるんだ。場所決めてる。なるほど。だから本当はスコンと入るんだけど、ワッシャーが引っかかってね。へえ、そうなってるんだ。だから下はね、うん、大丈夫だよ。そうですね、ワッシャーついてなかった。ほら、うん、はい、でこれで今度は上に、うん、上を見ながら、うん、この穴のところに刺していくようにする。これジャッキ便利でしょ。めっちゃ便利。これなかったらめちゃめちゃ大変じゃないですか。ほらこれこんにちはしたよね。お、出てきた、うん、でまあ真ん中に持ってきて、うん、うん、ここね、ある程度のテンションかけるとこんな感じ。お、
おしっかり出てくる。でこう、ただこれちゃんと中心に持ってこないとダメだから、ちょっと難しいですね。あでもいい感じ、行くようにしかならないけどね。あ、そうなんだ。はい、で出てきたやつにこれをつけます。で、これだね。はい、はい、これで閉まった。はい、閉めるときはね、本当は車体を落としてから、うん、車体下ろして閉めるのもあるし、まあ軽くちょっとこういうテンションかけて、うん、少し閉めとく。うんうんうん。ちょっともうちょっと広かったらいいのにな。でこれ今頭こんだけしか出てないでしょ。うん、こっちこんだけ出とる。ってことはまだこれテンションがかかってないってこと。車体落としてから下ろしてからします。はい、で、うん、これを締めて、はい、終わりなんだけど、このエナペタルってさ、はい、こういうこれを止めるところがないのね。あ、本当だ。かといってこれブラブラじゃ危ないから、うん、これインシロック止めるんだ。そうなんだ。そう、まあレーシングカーだよな、本当にレーシングサスペンションだよね。でスタビリングのここ、うん、スタビリングのこれは向こうもサスペンション交換してから最後にやります。ね、そこだけはじゃあやっぱ同じようにやってくるんですね。そうしないとね、向こう外すのがすごくしんどくなるから。はい、これスタビリングもね、これもうこれが H ケースのやつだったのかな、なんだったのか忘れちゃったけど、多分これ H ケースかな。うん、うん、それそのまま使えるんだよね、このエナペタルも。ほら入るでしょ。本当だ、合わないやつもあるんですか。うん、ああ、あるある。ここの位置が違うとね、合わないある。そうなんだ。純正を使ったりね。あ、これ多分ショートになる、短い純正よりも。でこう長さを調整できるんだと。あ、なるほど。うん、ラテラルドットと一緒みたいな感じかな。ジムニーと一緒だ。ね、であとはここ規定トルクで締めて、はい、でこれを、うん、まあ、タイラップで固定して、うん、で干渉しないようにすると、うん、はい、で向こうも一緒。はい、次は反対側。うん、はい、こっちもつきました。おー、着いたー。で、スタビをちょっとこれ返り付けね。はい、はい、あっち。はい、じゃあこっちも、ほら、うん、バッチリや。はい、で、これを閉めるね。はい、よし、OK。 OK、はい、フロントできました。はい、あとリア。はい、でリアはね、うん、コツがあるんですよ。またリアもコツが。でリアはフロントとちょっと違うから、うん、形がね、うん、サスペンションのショックとスプリングが別体式、これ、うん、別に別になってるからね。はい、これはここね。お、分かりやすい。もう分かりやすいの。普通の車は内張り全部開かないと。だからまあこの車はあんまりサスペンションを直中直中交換したりとかいうふうには考えて作られてないから、もちろんもともとはね。元々はね、はい、でこれも一緒、テンションをかけてる。はい、これね、うん、サスペンションとスプリングは別。本当だ。でこの場合、はい、その、はい、このボルト、うん、はい、このボルトとさっきの上のボルト、こっちのね、うん、はい、これを取るだけでこのショックが外れる。お、外れると、はい、この土台がブラーンってぶれ下がって、あのスプリングが取れるという。あ、そうなんだ。そう、これも全部これ繋がってるからね。だから極端な話、右も左もこれ外しちゃうと、うん、もうこれボローンって落ちちゃう。ボボーンって完全に取れちゃうんですね。もうスプリングポロリンって落ちるよ、何もしなくても。後ろの方が簡単ですね。後ろの方が簡単で、これをただこれもテンションかけとかないと、うん、スプリングがこう伸びる力によって、うん、抑えられちゃってるから、うんうん、これ緩めても緩めても手で回らない、テンションかかってるから。どんどん下に行っちゃうっていうか。そうで、逆に上に上げすぎちゃうと今度
これもテンションかかって緩まないと。いいところがあるんですね。そうだから、まずこの場合一旦ちょっと上にテンションかけて上のボルトを緩める。まあ上のナットだね。テンションがかかってると、本来ここはこれモンキーレンチかなんかで挟むのね。あ、そうなんだ。そのためにこう切り込みが入ってる。で、このモンキーレンチで押さえながら緩めるんだけど。ああ、本当だ、うん、このね、これの悪いところをちょっとでもずれたらもうネジ穴も潰れちゃう。まあ確かに。もうここまで来たらピューンの方が早い。ああ確かに。ほら、おー楽ちん。楽ちんだね。取れた取れた。で、次は、うん、で、この状態だと、はい、もうこれをテンションをこう、もう緩めれば、うん、一番最後までこうやって緩めれば、うん、もうこれ、ほら、カッカラカラカラっていうことは、もうこれ緩めるだけで、うん、テンションかかってないからすぐ取れる。なるほど。うん、これ14。おー、簡単。手で抜ける。おー、びっくりした。これがテンション、はい、まあ、いわゆる上がつながってる状態だと、うん、引っ張られてもう本当に抜けないのね。あー、なるほどね、はいはい、うん、だからこういう風にしとけば簡単になる。おー、すごい、抜けた。まあ、まだあっちもかかっとるからこれちょっと取れないけど、はい、こっち外せば、うん、もう取れちゃう。なるほど。ただ今度気をつけるのは、今度これをガーンと下ろしておくと、もうボーンって落ちるから、ガーン、ボーンと、そう、ガーン。テンションかけて次にテンションを緩める。ただこれを緩めると、うん、もう上が効いてないから、うん、ドーンと落ちちゃう。スプリングが遊ぶ程度まで緩めれば OK。 なるほど。これ以上下ろすと、ちょっと危ない。おー、取れた。はい、取れた。で、このスプリングを取るために、はい、これをもうちょっと下ろすわけ、はい、バーンと下ろすと、本当にこれがボロリーンってなるから、怖っ。スプリングが外れるところまで。あ、もう外れる。あ、よし。あ、そっちは上も取れた。あ、本来は上も取れる。上も取れるから上くっついとる。まあいいよ、どうも。はい、あっという間。すごい、めっちゃ簡単。むしろ、はい、今度リアこれです。はい、これね、ここにこれタイラップ。うん、何ですかそれ。これは何かっていうとね、これこのままこう食でしょ。うん、こうやってね。ああ、どこまで沈んでるのか。そう、どこまで沈んでるのか。うん、で、これがここまで行くと底付きしてるよ。あ、なるほどね。っていう、そういう意味。目安になるんだ。目安になる。へえ。減衰調整っていうのが、はい、例えば今戻りのスピード、こんな戻るよね。はいはい。これをね、締める。今最弱。うん、ちょっと遅いの分かる？少し。ほら、うんうんうん、このスピードの差が減衰。なるほど。これあのゴムとゴムこう挟み込むみたいな感じなの。この状態で差し込んで上からこれ。あ、なるほど。じゃあまずスプリングから。はい。スプリングもこれ硬いの。硬いんだ。うん、こっちすごい柔らかい。こんなに違う、太さが。あ、本当だ。このエッジケースのは確か書いてないけど5キロとか、うん、柔らかいのね。でもこっちは14キロで全然硬い。こんなにほら太さがね、全く違う。はい、じゃあリアのショックをつけます。はい、はい、これね、うん、これの頭を先につけると、うん、ここの下を合わせるのがすごい大変なの。おう。でも下からつけるとこれ容易に合わせれるから。なるほどね。もう超簡単なのね。
オッケー。オッケー。これを上に上げていくと。うん。うん。はい。でこっちも頭出てきたね。お、出てきた。うん。こっちも頭出てる。お、出てる。はい。これでちょっとあんまりテンション引きすぎてると調整ができないから。なるほど。はい。でこれを入れて。テンションがかかってないと共回りするから、うん、かけていく。はい、リア完成。はい。ロックナットね。これが緩んでこないようにするためのやつ。あ、2つするんですね。そう。で、一回ね、タイヤつけて沈み込ましてからもう一回上をね、うん、あ、締めてから。締め直す。なるほど。このホイールのいいところ、ハブ毛があるフィット専用。あ、もうぴったりなんだ。ぴったりぴったり。ずれないのいいですね。ずれない。これね、先にモリブデングリスを塗ってある。もう一回。モリブデングリス。モリブデングリス。あ、言うた。モリ。あ、言うてなかった。モリブデン。モリブデンだ。うん、モリブデングリス。早口言葉か。錆びないようにするためかな。はい、最後に、この上、今、車がグッて。体重がかかってる 1G ね。はい。で、ここ締め付けチェック、 OK だな。うん、 OK。 うん。あ、こっちこっち緩いな。低いなこれ。めちゃめちゃ低い。これちょっとやりすぎだな。やっぱり、あ、間に逃げない。はい、締め付け OK。 どの道これもう緩める。まあ、そうですね。緩めちゃう。低いのも全然違う。かなり低い。調査ごとあんじゃん。ちょっと後ろに何かつけたらやばいな、これ。はい、終わりました。はい、はい、で、この後ね、うん、これ、アライメント調整、うんうん、ともやらなきゃいけないです。なるほど。はい、車高調を変えたっていうことはもう車高も変わってるから、うんうん、うん、もう一度これでアライメントを取ります。なるほど。これね、またね、サーキット走る日がやってくると思うんで、はい、楽しみですね。楽しみですね。はい、いかがだったでしょうか。車高調交換ってどう、あやちゃんは初めて見たんじゃない。初めて見たかもしれん。どうだった。うん、やってみたい。やってみたい。やってみたい。おお、今度本当にチャレンジするか。うん、オッケー。じゃあまたね、じゃあそのチャレンジ動画、またサブチャンネルでもやってみようかね。はい、そうですね。はい、じゃあまたよかったらメインチャンネルもサブチャンネルもチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。